思ったりね、いろんなことがあったんですが、まあ幸い僕の親しい人が、深夜放送を受け継いでくれて、きっとパックを聞いてくれる、聞いてくれてる人たちを大事にしてくれる人だと思うんで、宮内さんのことはよろしくお願いしたいと思います。ね、この火曜パックではカパっていう言葉を言っておりますしね、親しい人でいいと思うんです。それから今週の発見、なんとですね、角砂糖って皆さんご存知の四角、六面体のね、あれにね、そこがあるっていうことを私初めて発見しましてね、これ知ってる？あれみんな六面体全部同じだと思うでしょ、一つだけ違うんです。驚きましたね。私32年間生きてきてですよ、角砂糖に一面だけね、ひどくスベスベしてるところがあるんです。これね、自在研究所っていう社長さんがいるんですが、これ子ども電話相談室に出てる先生に聞いたんですがね、角砂糖を作るときにね、鉄板の上にね、あの六面体のあの一方体を置くんです。だからそのね、鉄板の部分になってるところがね、ひどくスベスベするんです。あとの5面はね、ザラザラしてるんです。これはね、いや驚きましたね、本当に。ですからね、世の中にはまだまだ僕らが知らなくて、ちゃんと、しかもね、僕らが、僕は32年間知らないでですよ、それでも立派に角砂糖はそこを保ちつつですね、今僕はそこだって気がつかないのに、角砂糖は平気で溶けてってですね、頑張っててくれたのか、なんかひどく僕感動しまして、これはぜひご紹介しなければ。